で、そういうことで、花を見ている半生前の経験を高次元の私によって構成されているものとして解釈する。そうして私がなければ始まるべき経験もない。私は経験のための可能性の状態なのだ。可能性状態とは可能性があるかどうかという意味だと、これ今説明した通り。この考え方の頂点は超越論的主観主義である。事故もなく経験もない。これは半生前の経験の中で非情に従えば暗黙的な私を明確化するやり方だ。だから西洋哲学は暗黙的に私っていうことを明確化してるんですよね。これは上田義輝先生の言い方として、だからで、超越論的主観主義、対象が我々の認識していなければならないやつね、コペルニクス展開のやつね。で、カントの超越論的主観主義は純粋経験ではないので、経験もないと言っていて、事故もないと言っているのは経験がないから事故がないと言っているようだ。事故がない。これだからさっき言ったように要するに視覚分離していて、客観を認識してないということ、実際には暗黙に私を認める。これは視覚分離のことをここで言ってるけど、さっき言ったように即死の論理のことですよね。これ多分そのノーセルフノーエクスペリエンスってあれです、文章にすると仮定法の意味だと思うんです。If there is no self, there is no experience ですね。の、なんかこうスローガンとかで、例えば、No music, no life とかって、音楽がなきゃ人生もないのと同じだみたいなことを、No music, no life とかって言うんですけど、つまりそのセルフがなければ、いや、エそうクじゃスない。ペリエンこれはスが違う。ない。多分、ノーセルフ&ノーエクスペリエンス。そうなんですかね。後から出てくるから、後から出てくる、同じような表現出てくるんでね。これはノーセルフ&ノーエクスペリエンス。事故もないし、経験もない。事故がないから経験がない。事故がないとすると経験もない。つままあ、りそういうふうに読んでもいいね。経験があるということは事故を前提にしてるっていう。この事故ってね、難しいんだよ、理解がね。事故もなく。これは。ここで事故のないっていうのはセルフレスっていうふうに僕は解釈したんだけどね。事故がない。だから、事故は事故であって事故でないとか、事故でなくて事故であるみたいな。で、セルフレスがないから経験がないと。で、僕はここでだから経験がないから事故がないと言ってるようだって、経験がないから事故がない。要するに、これはだから、この解釈の仕方はもう一つの解釈の仕方で、事故っていうのはオブジェクトとして解釈すればね、対象、視覚の客ね、客がないっていうのは、視覚が分離していて客観を認識していないという、セルフっていうのは客観だっていう、客観がない、視覚が分離していて客観がないというふうに、これは書き方書いてるけど、セルフレスというふうに解釈すればまた別の解釈の仕方もあるけど、まあそれはちょっとはっきりしないんで、まあいいかな、どっちでもいいかなと思ってるんだね。この経験というのはもう明らかにピュアエクスペリエンスだと。まあこの辺の解釈は非常に難しいところですね。で、Way to で、これは西田の考え。This view also acknowledges that upon reflection, the I constitutes our experience.
この見方もまた反省の上で私は我々の経験を構成する。これ私は我々の経験の構成要素であることにする。